2023年11月19日、今週の文房具新情報でございます。ついにと言いますか、寒くなってきましたね。動画編集をする時の右手の手の甲が冷たい。また師走というだけあってか、今週も非常に商品が多いです。長尺にはなりますが、シークバーで分けておくので、よろしければお付き合いください。一つ目はこちら、パイロットよりライティブ新色限定発売。発売日は2023年12月、価格は税込み2750円となります。ライティブは私が万年筆の入門編としてはとてもおすすめしている一本ですね。今回のカラーリングはなんとなくサイドが低めの少し寂しさを感じるようなカラーリングになっていますね。展開は全4色。オレンジ、ブルー、カーキ、オリーブグリーンになります。地幅は F と M。価格も2750円と、通常色が税込みで2200円なので、プラス500円ですね。そこまで大幅な値上げではないということで、ありがたい話でございます。続いてはこちら、ユニよりメタルケースに限定色、ムーンライトネイビーが登場。価格は税込み2200円となります。こちらはシャープペンシルのケースにもこだわりたいという方のための商品ですね。金属感もありつつもとてもいい色ですね。ムーンライト。お値段は通常色が税込み1650円ということで、500円ほど値段は上がってしまいますが、長く大事に使っていくのであればといったところでしょうか。新ケースというのはそもそも販売個数自体が少ないですからね。貴重といえば貴重かと思います。続いてはこちら、またまたユニより、ジェットストリーム×仮木 4&1 新発売。発売日は11月28日。価格は税込み3300円となります。というわけでこちら、ジェットストリームの多色ボールペンと、国内生産木製家具メーカーさんの仮木家具とのコラボレーションになります。仮木家具さんは、暮らしに木のぬくもりと彩りを、自分らしさを飾る道具選びをコンセプトとしており、今回登場するカラーリングのサンセットオレンジ、スチールブルー、共におしゃれなこう、いい色をしていますよね。製品自体は 4&1 ということで、ボールペン部分は黒、赤、青、緑の4色、加えてシャーペンの計5機能となっています。グリップの木材には端材が使用されており、環境にも優しいですね。続いてはこちら、日本将棋連盟より100周年ボールペン発売。発売日は11月17日ということで2日前、価格は2200円となります。というわけでこちらはね、たまたま見つけました、運よく。カラー展開はチタンブルーシルバーの3色。日本将棋連盟オフィシャルショップ、東京店、関西店、ネットショップで販売されているそうです。製品自体はパイロットのコクーンと思われますね。あちらは税込み1650円なので、まあプラス500円と、そのぐらいの範囲内に収まっております。将棋は本当に今藤井聡太さんがすごいですからね。将棋界には8個タイトルがございます。こちらはその昔のグッズ、クリアファイルでございますね。これを今作るとこうなります。強すぎてちょっと笑えてきますね、はい。もうあの人一人でよくないですか。を体現する方ですね。ちなみに8個全部取るというのは今回が史上初。そして日本将棋連盟が100周年ということで、比喩表現でも何でもなく本当に100年に1人の逸材なんですよね。怖。続いてはこちら、ゼブラよりサラサクリップおよびサラサグランド数量限定ディズニーデザイン登場。というわけでこちらはディズニー創立100周年を記念されたものと思います。くしくも将棋と一緒ですね。サラサクリップは5色セットで1155円、サラサグランドは1本1980円で、カラーリングはマットブラック、カシスブラック、ダークブルーの3色となります。サラサグランドなんですが、通販での限定発売となりますので、ゼブラストアさんの方でお買い求めください。続いてはこちら、セーラー万年筆よりシリント、パティナ、万年筆およびボールペン発売。発売日は2023年11月26日。価格は万年筆が6万6000円、ボールペンは3万8500円となります。こちらは富山県高岡市にて400年以上の歴史を持つ伝統的な技法と日々研鑽された新しい技術から生まれる金属着色色になります。セーラー万年筆らしい伝統工芸品のペンですね。
金属素材の表面に腐食や錆という特性を人為的に発生させ、独特な風合いを生み出しています。確かにこの複雑な模様と色味は伝統工芸っていう感じがしますね。お値段もまあそんなに高くはないですよね。まあ高いんですけども、この手作りの超高級モデルの割にはまあ6万とボールペンも4万ぐらいなので、結構ね、まあ、手が出なくはないぐらいの値段に抑えられていますね。うわ、これちょっと欲しいな。なんか最近ブラウンっぽい色ちょっと好みなんですよね。続いてはこちら、扱いやすさを徹底追求、イタリア産マルゴーガを使用した極小財布になります。こちらは幕開けにてクラウドファンディング中、残り日数は56日とまだ2ヶ月近くございますね。財布は私もいくつかご紹介させていただいているので、文房具ではありませんが取り上げさせていただきました。こうしてみるとコンパクト財布ももうかなり完成されてきましたね。お札の挟み方、小銭のボックスの形状と、まあ、カードをどこに挿入するかと、この辺で個性を出していく感じになりますでしょうか。マルゴー革というのは私今回初めて聞きましたね。だいたいバダラッシーカルロ社のイタリアンバケットレザーってもう熟語のように頭に染みついてますので、お値段は現在ですと超早割 25% オフの1万4000円を購入できますね。カラーリングは全5種類、ターコイズ、オレンジ、ネイビー、グリーンにブラックとなります。まだあります。ユニよりユニボール 1F アーステクスチャカラー、一部数量限定発売、発売日は11月29日、価格は税込み1本440円となります。カラー展開は左からホワイト、アイスブルー、ダークグレー、ピンク、グリーン、ライトウォーカーですが、明確にモチーフが記載されていますね。ホワイトはソルトレイク、塩湖、塩の湖です。アイスブルーはアイスフィヨルド、氷河ですね。デンマークの世界遺産らしいです。ダークグレーはスターリースカイ、そのまま星空でしょう。ピンクはピンクビーチ、オーストラリアやインドネシアなどピンク色のビーチは世界にいくつかあるようですね。グリーンはグラスランドで草原、ライトウォーカーはキャニオンということで、これはキングスキャニオンかな。というわけで今週の文房具新情報でございました。改めてまとめてみると年末ってやっぱり増えるんですね。それと先週のクルトガダイブ、オーロラパープルは数量限定ではございませんでしたね。教えていただいた方はありがとうございます。それではまた来週日曜日お会いできれば幸いでございます。さようなら。